今回は白金回廊やってみたいと思います。火口を取ります。取れない。よいしょ。で、カップをつけます。今日は半分ぐらい入れてみようかと思います。出るようになるみたいです。こういう口になってます。入れてみます。出ない。あ、中蓋がついてました。これを取って、よいしょ。開けます。これで入れていきます。レンジン。おー、出た。おー、よし。あ、すごい。綺麗に止まります。閉めて。で、これを回します。おお、入っていきました。で、これを外して。入ったので、火口をつけます。で、ここをライターで炙ります。あ、ライター忘れた。できたかな。こんぐらいでいいのかな。あ、あったかくなってきた気がする。よし。あ、あったかいです。ケースに入れてみます。暖かいですね。暖かくなってきましたね。今つけて2、3分なんですけど、もう結構外側はまだ持てますけど、あったかいなーって感じです。今10分ぐらい経ちました。結構外はまだ持てるけど熱々ですね。限界らいいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。